ドンジェリウス、今日なんですけどもね、まあメゾンマルジェラですね。マルジェラのもう19年の SS が立ち上がりということで入荷ございましたので、デリバリー動画という形でね、今回もご紹介していこうかなというふうに思うんですけども、今回もですね、立ち上がりで、まあまあのボリュームが入ってきました。なので、今回はあらかじめですね、もう2本に分けて、お送りしようかなというふうに思っております。どういった区切りかと申しますと、この動画は、まあ、服ですね。アパレル。で、もう1本別に分けて出すのが、アクセサリーとかね、どちらかというとそっちのカテゴリーと服とちょっとこう二つに分かれた方がまあ分かりやすいかなというふうに思いますんで、そうさせていただきます。なのでまあ別にね分けた動画の URL はまあアクセサリー編ですねはちょっと概要欄からどうぞ。小物とか財布とかリングとか靴とかそちらは別動画にします。はい、それだけ最初に言っておきます。はい、ということで、早速ですね、じゃあ洋服ですね、服、今回何入ってきたかっていうところからいきますが、まずですね、T シャツ、はい、一型二色ですね。プリント T です。はい。このデザインね、これどっかで皆さん見たことあるんじゃないかなと、言われるくらいの、まあ有名な、まあモチーフかなというふうに思いますけどもね。はい、ミケランジェロのあれですね。で、白と黒と、二つあります。で、まあ、黒の方がちょっとわかりやすいと思うんですけどね、ここが、ちょっと特殊なプリントなんですよ。ね、いわゆる普通のプリントじゃなくて、変更というか、ちょっとガンメタというかね、こうメタリック、ちょっとね、こう光の当たり具合によって、ちょっと色の見え方が変わってくるというか、変更なプリントで、ちょっと特殊なプリントですね。はい。これちょっと特徴的な感じ。はい、これと、まあ、あと T シャツっていうことで言うとね、今回はちょっと面白いものを、はい、こちらなんですよ。まあ、パックティーなんですけど、これも、一型二色し、オフホワイトとブラックで、これね、何かというとですね、ここに皆さんペン見えますか？ペン。そして、ここ白くこうなってますね。はい。だから、前身頃にですね、こういうバーンと、いわゆるこうプレートというか、みたいなものが、こうバチッとはめ、縫われていて、付けられていて、ペンが付属でついてると。つまりこれね、皆さんご自由にこのペンでここにデザインしてくださいと。いうような、まあ、これをまあ、キャンバスのように見立てた、そういったパックティーになっております。パックティーになっております。なので、まあ、まあ、ご自身でね、何かこう、このペンで書くのもよし、まあ、書かなくとも、ここに例えばまあ、ちょっとね、メゾンマルジェラパリスって、ここのね、下の方にロゴが入ってるんで、なんかこの、一枚バシッと、ここにキャンバス地があるようなデザインとしても僕は着ていただけるのかなというふうに思いますんで、まあそこら辺は買ったお客様次第で、まあこういろいろね、楽しんでいただけるアイテムかなと、思います。はい。なので、まあこれちょっと着れないんで、今ちょっと全部紹介しちゃいますが、綿100です。素材は綿100。で、お値段29000円ですね。29000円で1枚です。はい。で、サイズ46。まあ、いわゆる M サイズです。ただ、実寸サイズすみません。これ開けてね、測るのもちょっとあれかなというふうに思いますんで、開けてませんが、46、M サイズです。はい。だいたい M サイズですね。かなと。はい。僕、M サイズくらいなんで、46くらいで。まあ、いいかなと。あとは、まあ、マルジェラをね、普段買っていらっしゃる方は46っていうので、ちょっと目安にしていただければなと思います。黒と、オフホワイトですね。真っ白ではなくてオフホワイト。はい、そんな感じでございます。はい、これ T シャツですね。で、あとトップスで言うと、はい、エルボーパッチのニットですね。これは綿50、計50ですね。ウール50のタイプのものです。今季じゃないな、あ、今季か。あ、18年の秋冬にもありましたけども、パッチの色がちょっと違います。18年の秋冬はこれがもうちょっとですね、茶色っぽかったんですよ。ブラウンの、だったんですけど、これはどちらかというとグレーの統計色ですね。はい。ちょっとそこが違う。ただ、まあ、ここのね、製法というか、これデコルティケというね、まあ、切り抜いたかのようなデザインですね。それは、まあ、そのまま引き続きという形です。パッチがちょっと変わってます。はい。はい、それと、パンツ。はい、これデニムパンツなんですよ。これいい色なんですよ。うん、これマルジェラのデニムで、今季、初めてパンツというものに挑戦してみようということで。パンツです。はい。こういうところがちょっとマルジェラっぽいですね。パッチが切り抜かれてるとか。はい。
まあ、後で履いてみますけども、シルエットはストレートの、あのシルエットで、レングスがちょっと長めなんですよ。はい。と、これもマルジェラっぽい感じじゃないですか。はい。なかなか、面白いデザインでですね。まあ、後で履きますけども、まあ、ベースはチノですね。チノのパンツなんですけど、こちらの左側面の方が、これちょっとまあ、スポーティーな感じのジャージっぽい、素材ですね。多分これ、バスケとかの、ジャージから持ってきてると思うんですけど、それをここにね、こう、ドッキングさせると。まあ、スプライスとかって言うらしいんですけどもね、マルジェラの哲学で言うと、まあ、つなぎ合わせるとか、そういう意味らしいですけど。はい。これ結構面白いですよ。ね、ここまでチノできてんのに、はい、ここからいきなりこのウエストのここの部分までももうゴムが入ってて、完全にだからこっちから見るのとこっちから見るのと印象が全く違うっていう。で実はなんですけどね、これねちょっと入荷の関係上申し訳ないんですけど、セットアップがあったんですよ。これセットアップで買ってて、今回これもセットアップも上スイングトップみたいなような形のものをベースにしたトップスがあったんですよ。ちょっとアウターですね、ライトアウター、春アウターがあったんですけど、それとねちょっとセットアップでお見せしたかったんですけどもね、もうごめんなさい、ちょっと入荷の関係でそういうことができなかったんですけど、はい。そのちなみにトップスもこっちからここは左半分がジャージのような感じで、こっちはスイングトップみたいな、そういう結構面白いようなデザインのトップスがあったんですけどね、それとセットアップのものになります。はい、そんな感じでございますね、ファーストドロップで入ってきたものは。なのでまあ早速ですねご紹介していこうかなと思います。はい、着てみました。はい、こちらですね、サイズ46です。最初に言っておきます。サイズ46でお値段 46,000 です。ふぅ T シャツで 46,000 ですよ。はい、マルジェラ価格でございますけども。はい、どうでしょう、サイズ感的には。まあね、なんだろうな、近年の、ビッグシルエットみたいな感じでは全くないですね。ただ、まあ、ちょっと見ていただいたらわかるんですけど、ちょっとね、肩は落ちるし、まあ、若干リラックスかなとは思いますけどね。ただまあそんなになんかビッグシルエットかと言われるとそうでもない。ちょっと丈は長めかなというふうに思います。はい。まあでも46かな僕はと思います。はい。まあアイテムの説明をしますとね、はい、ここにロゴ、メゾンマルジェラとボーンと入っておりまして、ここに、まあミケランジェロですかね、の、まあ有名な、アダムの創造ですか。アダムの創造っていう、あれ確か壁画かなんかのだと思うんですけどね、こうなんか、まあ人差し指同士でこうね。まあ、ET とかのモチーフも確かここから来てると思うんですけど、まあ、こういうような感じですよね。で、こっちがどちらかというとちょっと壁画チックなね、油絵っぽい感じのプリントで、で、こっちはちょっとこう、ね、まあ、未確認生命体って言ったらなんか安っぽいけど、ちょっとこう、フューチャー感ある感じの、まあ、プリントの感じとも相まってね。で、まあ、こう、なってるっていう。で、こうですね。はい。だからなんかちょっと、あれっぽいですね。映画のね、パッケージっぽくないですか。まあ僕の勝手な感想ですけど、ここのなんかロゴの感じといい、こういうブロック体のね、活字でマルジェラ、メゾマルジェラみたいな感じでこうなってるんで、ちょっとこう、パッケージっぽい感じがしますね。なんかそういうような雰囲気がある気がします。で、生地の話もしましょう。生地の話もするんですけどね、生地は結構ね、薄手です。で、綿 100% なんですけど、ちょっとツルツルしてる感じですね。なんかいわゆるソフトな、T シャツ、一般的な綿の T シャツとはまたちょっと違います、これは。質感が。ツルツルしてて、ちょっと若干光沢がある感じで。で、使われてる糸もこれ細めですね。細めの、糸で。まあ、なんかしなやかな、シルキーな、綿の素材と思っていただければいいかなというふうに思いますね。ちょっと繊細な印象のツルツル系綿の素材っていう感じで、はい。なんかあんまりさ、なんかマルジェラっぽくないっちゃぽくない気がしますよ。こういうプリントがボーンっていうのはね。でもまあ実はマルジェラですみたいな。結構僕の中では、まあ、今期のコレクションの中でも、この T シャツは展示会行ってみたんですけど、結構アイコニックな感じで、あ、いいんじゃないですかと。シーズンを象徴するようなデザインかなと、僕は思ってますね。で若干ね、首が詰まってんですよね。クルーネックなんですけど、ここの首の開きが意外にこう、キュッとしてる。まあ、それも一つの特徴かなと思います。なんでね、ちょっと、なんて言うんですか、
モックネックまではいかないんですけど、若干普通の T シャツと印象違いますね、首元が。結構それが特徴的な感じで、ちょっとスーツってあれですよ。あの、ジャケットパンツとかっていうスーツじゃなくて、何あの、ゾゾスーツとかいう時のスーツ。まあ、ピタッとした感じのスーツっぽい印象が、なんかこの辺漂ってる感じがします。はい。袖はちょっと短めなんですけど。はい、そんな感じで、19の SS。いいんじゃないですか？なんか、ね、なんかジャケットとかの中にパチッもういいでしょうし。まあ夏場は1枚でいいと思いますし。はい。まあなんかストリートにもモードにもちょっといけるアイテムじゃないかなと。はい、私は思っております。はい、そんな感じでね、次はエルボーパッチ。定番いこうと思います。はい。履いてみました。最初に言っておきましょう。こちらですね、サイズが、29インチで、お値段、7万8000円となっております。はい。どうでしょう。これね、あのね、特徴としてはいくつかあるんですけど、まずね、股上めっちゃ深い。股上がめっちゃ深いんですよ。だから結構ハイウエストで履いていただくようなイメージかなと思います。で、それはなぜかというとですね、レングスも長いんですよ、これ。股上も深めで、レングスもすげえ長いんですよ。これ29インチなんですけど、あのね、股下が、80以上あるんです。これね、正直日本のドメスティックの一般的なデニムだとありえないくらいの、29インチで80ってなかなか長めなんですよ。なので、一般的なまあ、日本で出てるものよりも10センチくらい多分ね、同じサイズで比較した時に結構長めのレングスなんで、なんでまあ、それにね、応じて、まあ、股上も深めなんで、まあ、ちょっとこう、ハイウエストの感じで履いていただいて、まあ、ベルトかなんかでね、締めていただくといいんじゃないですかね、と。でね、ごめんなさい、皆さん、これ。実はね、皆さんにはお見せできない、バイヤーにしか見せることができない、ルックがあるんですよ、実は。ルックが。ブランド側が出してる展示会で見せていただくルックがあるんですけどね。それをね、お見せしたいんですけどね。そのルックでも出てる通り、これ多分ね、あえてね、ちょっとレングスが長く、設定されてて、で、こう、ハイウエストで履いたとしても、ちょっとここクシュってなる。ちょっとね、ここに、生地の溜まりができるくらいの多分長さで、作ってると思うんですよね。で、ルックを見たところも、やっぱり、ジャストのパチ度。レングス、ジャストレングスじゃなくて、ちょっとこう、ここに溜まりクッションができるような着こなしになってたんですよね。まあ、言葉で説明すると、そのルックではね、足袋のブーツを履いてました。しかもヒールがあるやつ。と、こういうデニムとか、そういうちょっとモードっぽい、ブーツと、こういったちょっとカジュアルなものを合わせて、足袋のヒールブーツと合わせましたね、ルックでは。お見せできなくて残念ですけど。まあ、それくらいちょっとまあ、レングスが長いということですね。で、色は、わかりますかね？まあ、ブルージーンズっていうような感じの、ウォッシュがかかった、ブルーのデニムですね。で、特徴なのが、ここっすね。わかるかな？ここ。ここね、内側がダブルステッチになってるんですよ。うん。これあんまりないですよね。基本シングルステッチだと思うんで、ここはダブルステッチでね、バチッとこう、ラインが入ってるのはちょっとね、特徴的ですし、この、まあ、ダブルステッチが裾のところで溜まった時に、ちょっとこう、うねうねのね、感じが出るっていうような雰囲気ですね。なので、まあ、これもあんまり野暮ですけど、こういう言い方するのは、僕が、まあ、持ってるワイプロのデニム、ストレートのデニムと、ちょっと形は似てるかなと思います。シルエットも含めて。あれもレングス長めですし、こう、裾にクシュってなった時の、この生地のこのうねうね、そういったものを、こう、ちょっとポイントとして置くというか。かなぁと思います。なのでね、まあとはいえね、やっぱまあ日本人なんで29インチで、80の股下は長いんで、まあお直ししていただいてもまあいいかなと思いますけどね、デニムなんで。まあストレートのシルエットでこんな感じです。まあ生地はね、生地の話しましょうか。生地はですね、まあ厚くもない、ヘビーのオンスでもないし、かといってライトでもない、普通の一般的なデニムの厚さかなというふうに思います。で、結構やっぱギュッと詰まれ、編まれてる感じしますね。しっかりとして、張り感があるし、なんか、薄いとも感じないし、やっぱ張り感があって自立性がある、ちょっとそういったような生地かなというふうに思っております。
履き心地はいいですね。やっぱ股上深いと履き心地いいんだよね。うん、なんかそういうような感じで、まあなんかあのルックではそういう感じでちょっとハードなねレザーのブーツとかと合わせたりしておりましたんで、まあ、結構これも振り幅あるアイテムかなと思いますんで、まあモードにもカジュアルにもいいんではないでしょうか。はい、そんな感じで最後ボトムスもう一本履いていくと行こうと思います。はい、履いてみました。これかっこいいっしょね。いや、一癖聞いてて結構僕は気に入ってます。好きですね。最初に言っておきましょう、こちらですね、サイズが44、サイズが44、ちなみにこれが一番サイズ小さいです、企画の中では。はい、44、最小サイズでお値段9万8000円でございますね。はい、僕は44でもこれ結構ね、ちょっと意外にゆとりあるんですよ。ちょっとね、全体的にパンツ太めなんで、ウエストもちょっと太めでね、まあ僕ベルトしないとちょっとちょっとずり落ちてきちゃうかなっていう感じですけど、どうでしょう。まあ最大のポイントはやっぱここですね。もう、なんていうかな、ここもさ、ここの分かれ目もさ、縫い目がね、見えてないんですよ。わかります？ステッチとかがね、見えないじゃないですか。だから、もう本当に、なんかスパッて切ってポンって、こう貼り付けたみたいな、パーンみたいな感じの、印象なんですよ。あんまね、繋がってんだけど、ここを見ると、あんまり繋がってる感がない。違和感がないというか。で、実はほら、ポケットとかも違いますね。ポケットの位置も若干違うんですよね。なんかこういう右側は、チノみたいに、こう真横にからスッと入る、こういうポケットなんですよね。ところが、こっちはほら、スポーツの、スポーティーなね、ボトムスによくありがちな、こういうところにポケットがついてるんで、ポケットの位置もちょっと違うんですよ。これもポイントとしてね、よくよく見ると。で、ここ、スナップボタンね。僕はこれバスケのジャージとかでよく見るんですけど、まあ、あれですよね。バッシュみたいなごつい靴を履いてた時にパチパチパチと、これを外してすぐこれを脱いでね、試合に出れるみたいな。なんかそういうようなイメージだと思うんですけど。はい。これ実際外れます。スナップボタン全部パチ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 、外れますんで、実際に取れます。はい。こっちから見たら、こっちから見たら、もう普通のチノパン。こっちから見たら、あれみたいな。ジャージかみたいな感じの、すごい面白い素材感ですよね。うん、で、こっちのチノの方の生地感は、まあ、どちらかというとちょっと薄手かな。まあ、春物って感じのパンツ。まあ、オールシーズンでいけますけども、ヘビーな感じのではないです。まあ、いわゆる、わかりやすく言うと、ディッキーズとか、ああいうような、生地とは全く違う。まあ、チノの。まあちょっとギャバですね。綿とポリエステル入ってますけど、ギャバです。はい。こっちはまあジャージっぽい感じですね。本当に、あ、ジャージですねって感じで。さっきも言いましたけど、ウエストのここには、ここまでゴムが入ってるって。でも、ここのベルトループはね、こっちのチノのっていうね。なんかその辺もちょっとなんかバランス感として面白いかなと思います。でね、さっきも言ったんですけどね、こうセットアップでね、こう、着たかった。セットアップでやるとね、もうバチボコかっこいいんですよ、本当は。ね。なんで、まあ、入ってき次第ね、ご紹介したいなというふうに思いますけども、これにはセットアップがあると、いうようなことを、こっからこっちジャージの、それがあるってことをちょっとね、お伝えしていこうかなと思います。はい、そんな感じで、今回、ファーストデリバリーという形でね、アパレルの紹介はここで終わりますんで、また概要欄からね、詳細の方、リンク貼っておきますんで、ぜひチェックしていただきたいなというふうに思います。もういよいよ19年の SS が立ち上がる、そんな時期になってまいりました。はい、そんな感じです。小物とかアクセサリー編もあるので、そちらもぜひぜひチェックお願いします。では、また。